ビジネスエンジニアリング株式会社社長の羽田でございますこれより2024年3月期第2四半期決算説明をいたしますこちらが本日のアジェンダになっておりますまず最初に当社について簡単にご説明差し上げます 私どもビジネスエンジニアリングは1980年,年代の後半エンジニアリング会社の一部門としてビジネスを開始いたしました1990年代の初めに ERP としてグローバルで圧倒的なシェアを持つ SAP の日本で最初のパートナーになり最初のプロジェクトに参画いたしました1990年代の中頃には 製造業のサプライチェーン領域をカバーする MC フレームという自社製品を開発リリースいたしましたこれらのビジネスが順調に成長いたしまして1999年に今のビジネスエンジニアリングとして分社独立しています現在に至るまで国内に一つの子会社海外ではタイ中国シンガポールインドネシア アメリカに5つの現地法人を設立しております現在東証のプラ,プライム市場に上場しております私どものビジネスは次の3つのセグメントに分けることができます SAP などパッケージ製品をベースに SI システムインテグレーションを行うソリューション事業自社製品 MC フレームの開発販売を行う プロダクトト事事業業シシスステテムムの運用保守を行うシステムサポート事業ですこちらはソリューション事業の実績です。ERP を中心として270社を超えるお客様にシステム構築の実績を持たせていただいております。こちらはプロダクト事業 MC フレームのご採用実績です。 ビジネスパートナー様とともにビジネスを展開して現在970社を超えるお客様にご採用いただいておりますそれでは2024年3月期第2四半期の決算の概要についてご説明いたしますまず決算のポイントでございますが事業環境といたしましては 海外経済の回復ペースが鈍化、その影響を受けつつも、利用収益は高水準で推移して、景気は緩やかに回復しております。DX ニーズの高まりを受けて、製造業の同情報化投資は総じて、に推移いたたししましたこのような背景もありまして、決算概要といたしましては、受注高、売上高は過去最高を更新いたしました。 利益面、営業利益、経常利益、市販基準利益につきましても、6期連続で過去最高を更新しております。中間配当は1株当たり32円となります。次に損益の概要についてご説明いたします。 前期と比較いたしましまて売上高利益とともに大きく上回る結果となりました利益面につきましては、ソリューション事業は売上高の増加による利益増、プロジェクトの採算性の向上、プロダクト事業はライセンス販売の伸長システムサポート事業は採算性の向上により大幅に増加いたしました。 こちらは今年8月4日に発表した業績との比較でございますが売上利益ともに計画口を上回る結果となりました利益面につきましてもソリューション事業は売上高の増加による利益増プロジェクトの再産生の向上プロダクト事業はライセンス販売の伸長により増加いたしました こちらは営業利益の増減分析になります。前期に比べまして、売上高の増加に伴う増益が3億6600万円、利益率の改善に伴う増加分が2億7700万円、販管費の増加がマイナス1億4300万円となり、2023年上期の営業利益といたしましては、 21億1400万円となりました次に売上高の概要についてご説明いたします前社といたしまして前期に比べて10.7%の増加過去最高を更新いたしましたプロダクト事業は7.9%ソリューション事業は12.8%前期に比べて増加しております 受注高につきましても、全社、あるいは各事業において増加しております。MC フレームライセンス売上高につきましては、前期に比べて9.8%の増加となり、過去最高を連続して更新しております。次に、貸借対象表のご説明をいたします。資産の部といたしまして、前期に比べて、 製品への投資また海外のアライアンス企業への増資によりソフトウェア投資有価証券が増加しております負債純,純資産の分につきましては特記事項はございませんキャッシュフローにつきましてもただいまの説明のほかは特記事項はございません次に2024年3月期 通期の業績予想についいてご説明いたします業績予想のポイントでございますが、事業環境といたしましては、DX ニーズは、えー、底堅く、製造業の情報化投資は引き続き、堅調に推移すると見込んでいます。業績予想といたしましては、売上高は188億から190億円に。 営業利益は34.5億から38億円に売上高利益とも情報修正いたします。これにより、売上高は過去最高を連続して更新する見込みでございます。利益面につきましても8期連続、過去最高を更新する見込みでございます。株主還元の方針変更、配当予想についてご説明いたします。 株主還元の方針といたしましては、累進配当および連結配当成功が中長期的に35%ト上回るように努めることを基本方針としております。配当予想といたしましては、年間配当予想を64円から76円に修正いたしております。これにより、年間配当予想、9期連続の増配。 過去最高を見込んでおります次にに益の予想についてご説明いたします今年5月12日の業績予想はと比較いたしまして、売上高につきましては、赤みきが計画値を上回ったことにより、計画より増加する見込みでございます。売上,売上総利益につきましては、売上高の増加。 利益率の向上などによって、計画に比べて増加する見込みでございます。営業利益につきましては、営業力、技術力の強化活動などによって、反感費は増加いたしますが、営業利益につきましては、計画に比べて増加する見込みでございます。前期との損益予想についてご説明いたします。 売上高はライセンス販売の増加などによって増収する見込みでございます利益面営業利益、経常利益につきましてはライセンス販売の増加プロジェクトの採算性の向上などによって増益を見込んでおります当期純利益につきましては前期に適用された税の優遇差値は今期は適用されないことから利益率の伸びは 営業利益、経常利益ほどには増加しない見込みでございます。売上高につきましては、前期に比べて全社は2.7%の増加、プロダクト事業は8.7%、ソリューション事業は0.2%の増加を見込んでおります。MC フレームのライセンス売上につきましては、前期に比べて、 十点六パーセントの増加を見込んでおります。こちらは売上高と営業利益の推移になります。こちらは MC フレームライセンス売上高の推移でございます。こちらは配当一株当たりの年間配当金の推移でございます。 いずれにおきましても順調に増加していることがお分かりいただけるかと思います。最後に経営ビジョン2026の改定についてご説明いたします。私どもは2021年8月に6か年の経営計画である経営ビジョン2026を策定、公表いたしました。本日2023年11月10日に こちらの改訂版を発表いたしました当社のコーポレートサイトに詳細を掲示しておりますので併せてご覧いただければと思いますビジネスエンジニアリング株式会社社長の羽田でございます これより私どもの経営方針である経営ビジョン2026改訂版のご説明をいたします私どもビジネスエンジニアリングが目指す2026年の姿製造業を中心とするお客様のビジネス変革を支えるワンアンドオンリーの企業になりたいと考えています 現在、私どもはお客様にシステム構築のご支援をいたしております。単なるシステムの提供者ではなく、私たちはお客様の目線でお客様の課題を共に解決する解決者になりたいと考えています。さらには、お客様のビジネスモデル変革をデジタル技術を活用することによってご支援できる。 パーートナーになりたいいとも考えていますそのためには半歩先を行く視点を持ってお客様に寄り添い抜くことが必要であると考えていますこの KVision2026 は2021年の8月に策定公開いたしました現在その期中でございますがこの KVision2026 を今回改定した 背景とポイントについてご説明いたします。こちらは、えー、一つ前の経営方針である経営ビジョン2020、そして経営ビジョン26、2026のこれまでの営業利益の推移を表した棒グラフになります、えー。お分かりいただけますように、2016年度以降、7期連続で過去最高益を達成することができました。 これによって安定した収益基盤を構築することができたと考えております。K ビジョン2026の現在の目標数値の進捗状況でございます。一番右、2026年度の目標に対しまして利益面、営業利益、当期純利益におきましては利益目標を4年前倒しで達成することが できましたこのような背景もありまして今回経営ビジョン2026を改定いたします。その改定のポイントについてご説明いたします。利益目標が前倒しで達成できた背景といたしましてはまず自社製品の MC フレームにおきまして製品力パートナー体制の強化などによって ライセンス販売が計画以上に慎重いたしました。またシステムインテグレーションにおきましても、高付加価値商材へ注力すること、あるいは負債者案件を抑制することによって利益率が向上いたしました。また、経営ビジョン2 0 2 6制定後に新たな施策といたしまして、ブランドステートメントを制定いたしました。 また、サステナビリティ活動の基本方針を策定いたしました。今回の改定のポイントといたしましては、製品やサービス、人材などへさらなる投資を行って、利益目標を情報修正いたします。まず最初に簡単に当社のビジネスについてご説明いたします。 私どもは1980年代の後半にエンジニアリング会社の一部門としてビジネスを開始いたしました1990年代の初めには ERP としてグローバルで圧倒的なシェアを持つ SAP の日本で最初のビジネスパートナーになり日本国内最初のプロジェクトに参画いたしましたまた1990年代半ばには 製造業のサプライチェーン領域をカバーする MC フレームを自社開発いたしました。これらのビジネスが順調に成長した結果、1999年に現在のビジネスエンジニアリングとして分社独立しております。設立から現在に至るまで国内に一つの子会社、海外、タイ、中国、シンガポール、 インドネシア、アメリカに現地法人を設立しております。現在、東証のプライム市場に上場しております。私どものビジネスは以下の3つのセグメントに分類することができます。SAP などパッケージ製品をベースにシステムインテグレーションを行うソリューション事業。 自社製品 MC フレームの開発・販売を行うプロダクト事業システムの運用報酬を行うシステムサポート事業です昨年2022年私どもは新しいブランドコンセプトを発表いたしましたブランドステートメントは未来まで寄り添い抜くです私たちはこれまでも多くのお客様と 長い期間関係を構築させていただいておりましたこれからも多くのお客様と未来まで寄り添い抜いてまいりたいと考えておりますパーパスは世の中に創造業を増やすですお客様はその事業活動をより創造的に行えるようにデジタル技術を活用して直接的間接的に ご支援をして参りたいと考えています次に環境認識についてご説明いたします非常に現在変化の激しい環境の中で私どもが対応すべき主要なテーマを以下挙げておりますまずはデジタルトランスフォーメーションです コロナ禍において、日日本の企業のデジタル化は一気に加速したと考えています。次に製造業のビジネスモデル変革です。従来のものの売り切り、単純な製造だけではなく、物売りからこと売りへ、今、製造業はまさにその転換点にあると考えています。次にグローバリゼーションが挙げられます。 昨今グローバル情勢はますます不透明になっていますこのような中グローバルに事業展開するにあたってデジタル技術の必要性はますます高まっていると考えています四点目は持続可能な社会の実現サステナビリティですこれら大きく変,わる変化している環境において私たちは自社の強みを生かして 確実に成長してていいいきたいと考えています私たちの強みといたしましては、製造業を中心とするお客様に多くのシステム構築実績を持っていること、自社製品である MC フレームを有していること、多くのお客様と長い期間、関係を構築させていただいていること。 グローバルにおいても、数多くのシステムの構築実績を持っていることが挙げられます。それでは、経営ビジョン2026の戦略についてご説明いたします。今ご、ご説明差し上げた環境の変化、私どもの強みを持って、以下の4つのポイントで、今後もお客様をご支援していきたいと考えています。 1>, 1点目はこちらの緑の領域、ものづくりデジタライゼーションの拡大です。2つ目はこちらの紫の領域、遠隔のための DX の推進です。3つ目はオレンジの領域、グローバル支援の強化です。4つ目はこちらの青い領域、サステナビリティへの貢献です。 こちらそれ,ぞれをそれぞれの領域をイノベーションストリームを使って表したのがこちらの図になります。それぞれについてご説明いたします。1つ目はものづくりデジタライゼーションの拡大です。業務効率化のための DX を推進することによってお客様の IT 基盤づくりを今後も継続して拡大していきます。 まいりますまた、サー r s 化が難しいと言われる販売・生産管理の領域におきましても、製品・サービスの強化に努めてまいります。また、ライセンサーといたしまして、ユーザーコミュニティなどを通して、お客様との深い関係づくりにも積極的に取り組んでまいります。 2つ目は変革のための DX の推進です。お客様のビジネス変革、ビジネスモデル変革をご支援するために、いかに取り組んでまいります。1つ目はデータセントリック型ビジネスの推進です。ERP などのシステムから得られるデータを有効活用することによって、データ自体の価値を最大化する、そのような お手伝いをしていきたいと考えています。2つ目がユーザー競争型ビジネスの推進です。具体的には、例えばお客様のハードウェアと私どものソフトウェアを組み合わせることによって新たなビジネスモデルを作る、このようなお手伝いをしてまいりたいと考えています。3つ目はグローバル支援の強化です。私どもの現地法人 あるいはパートナー企業の体制を拡大・強化することによって日系のお客様のグローバル展開あるいは現地のお客様のデジタル化を支援してまいりたいと考えています4つ目がサステナビリティへの貢献ですまずは私どもの事業活動を通して社会課題の解決に取り組んでまいりたいと考えています さらには事業にとどまらない非収益型の活動にも今後は積極的に取り組んでいきたいと考えています私たち自身が社会的な企業としての基盤づくりを行うことによって今後も社会に貢献していきたいと考えています次に経営資源の配分についてご説明いたしますまずは技術面において自社製品 サービスにに重点的に投資を行ってままいります具体的には既存製品へのサイズ化への対応ビジネスモデル変革のための新しい製品サービスの開発そしてご提供グローバル企業に活用いただける新しい製品サービスの構築にも取り組んでまいります人材 あるいは私ども自身のビジネス基盤の強化にも積極的に取り組んでまいります。また、事業拡大、農業,業、新規事業創出のために、M、今、アンにも今後は取り組んでまいります。こちらは、事業戦略を表した図になります。以下の3つの点で、今後、人材戦略を進めてまいります。 1>, 1つ目は、教育制度やキャリアプラン制度を充実することによって、社員のスキルアップを図ってまいります。2つ目は、働きやすい職場づくりを行うことによって、社員のエンゲージメントの向上を図ってまいります。3つ目は、ダイバーシティへの取り組みになりますが、さまざまな働き方を支えるための制度の制定。 あるいは海外の現地法人を中心に、海外出身の全人材も積極的に登用してまいりたいと考えています。次に資本政策の基本方針についてご説明いたします。ROE につきましては、資本コストを踏まえて、中長期的に10%を上回る ROE を達成することを目標としております。 株主還元といたしましては、累進の配当、および連結配当成功が中長期的に35%を上回る,をめるように努めることを基本方針といたします。最後に K、K ビジョン2026の数値目標、こちらの改定についてご説明いたします。年度ののこれままでの目標に対しまして利益面 営業利益を32億から48億円、当期準利益を21.1億から32億円に情報修正いたします。以上をもちまして、経営ビジョンの説明は終了いたしますが、補足資料といたしまして、経営ビジョン2026、あるいはそれ以降の私どもの SARS ビジネスの売上計画、 現時点における私どものサステナビリティへの取り組みを掲載させていただいております。以上をもちまして、経営ビジョン2026改訂版の説明を終了いたします。